キチャンネル。ちょ、こんにちは。さあ、トレードに出した方がいい選手、今日はソフトバンクホークス戦です。はい、ね、ホークス戦。あれ、変って言いましたけど。いやいや、言ってない言ってない言いましたけど言ってない。リクエスト岡田さん、リクエストハート。さあ、トレードに出した方がいい選手、今日はソフトバンクホークス戦です。はい、ね、ホークス戦。はい、はい、言ってませんでした。せーん、アウトしとんでって、はい、ホークス編で、ホークス編ね、はい、ホークスはもうやっぱこの選手だと思う、はい、今もう結構強いし、うん、ちょっとで若手も何気に出てきてんねんな、はい、昨年はなかなか怪我してあと埋まらなかったけど、うん、今年はこう埋まってきてんだよね、うん、柳町とかもね、はい、三森とかいなくなってもね、牧原いなくなっても、はい、どんどん生きてるっていうところで、うん、ちょっともうねダブついてきてるから、うん、もうここはもう出してあげた方がいいっていうところでね、こちらの選手、はい、谷川原健太。おお、キャッチャー27歳、はい、うん、今年1軍に1回も呼ばれてない。あ、上がってないんだ。そうそう、でも2軍では、まあ、ホームランは0本なんだけど、うん、あと外野もできるやんな。できます。キャッチャーもできるから、はい、やっぱ複数ポジションを守れるってことで、うん、移籍しても用途としてはいろんなとこを使えると思うねんな、うん、はい、でそう考えると需要はめっちゃあるし、はい、しかもこのままいてももう今年は海、そして海野が1軍で、うん、結構使われてるやんな、うん、でもこの多分2枚体制はよっぽ誰か怪我しない限り変わらないと思う、ね、はい、でそう考えるともうキャッチャーも多いしね、うん、一発ポーンとでもいいんちゃうかっていう ね、 うね、うんうん、もしくは、うん、渡辺陸ね、はい、あちょっと 若、まあ、若いから ね、うん、だからこの渡辺陸と谷川原がちょっと被っちゃうじゃん、はい、キャラ的に、うんうん、そうなったらまあ、渡辺陸より谷川原の方が年齢もいってるし、はい、いろんなポジションを守れるから需要としては多いんちゃうかっていうね、うん、で続いて、はい、こちらです、はい、野村大地。おお、もう多分あ出てないですよね。去年は、うん、その、まあ、外国人が、ね、はい、ホーキンスとかもうみんな忘れてると思うけど、うん、ホーキンス、確かにホーキンスって言いましたね。確かに、うん、もうみんな忘れてると思うけど、うん、はい、ファーストとかいなくなって、うんうん、野村大地ファースト、はい、で栗原けがでリチャードサードみたいなね、うん、感じになってたけど もう今年は、まあ、山川来て、うん、で中村晃もファーストいます、はい、でサードも栗原元気です、うん、で広瀬とかも出てきました、うん、でなったらちょっと優先順位が、であと若手の井上もいる、うん、そうですね、で、まあ、野村勇けがから復帰組っていうところを考えると、はい、うん、順番結構後ろじゃない、はい、多分野村勇の方が上に来るやろ。そうですね、まあ、怪我してるけど怪我明けてきたら今までの感じで言うとね、うん、でそう考えるともうノーチャンスやねホークスでは、うん、それだったら一発、うん、まあ、まだ23ぐらいか23、4ぐらいじゃなかったわけだよ、確か年齢だから、それぐらいだよね。だから、まだ年齢的に伸びしろがあるから移籍しても伸びるかもしれないし、はい、今だと、守備もそんななんかサード、ファーストだから、うん、まあ、だから多分外野を守っていろいろ出れるところでって言ってマルチポジションをやってるんだと思うけど、うん、まあ、それでもちょっと今のホークスはきついから、はい、それだったらまだ今若い、売れる時に、うん、でまだ本人のためにもなるし使わないんだったら俺はトレード出してあげてもいいんちゃうかって思うね、はい、そっか、まだ23ですか、うん、うん、で、続いて、はい、リチャード。おー、リチャード、そうか、リチャードも一緒やね。そうですね、去年、捕まなきゃいけなかった。うん、さっきの話じゃないけども、はい、やっぱ栗原怪我して、うん、去年結構チャンスもらったと思うんだよ、はい、リチャードは、うん、でもそれをやっぱ生かしきれなかったよね。うん、でももうちょっときついよな。きつい、順番的に。 そうですね、それこそ野村勇とか、うん、井上とか、はい、ね、もういるしね。毎年ちょっとずつやっぱチャンスはありますもんね。そうそうそう、うん、やっぱ栗原がちょっと不調になった時とかチャンスあるんだけど、うん、栗原も調子上がってきたから、はい、やらかす癖なんですよ、ね、うん、ひょっとしたらホークスに合ってない可能性ある。リチャードっていう選手の特性上、はい、ホークスが合ってない可能性あるね。こう環境がなんかこう雰囲気的にね。そう、ホークスがいいとか悪いとかじゃない、うん、そういうのじゃない、はい、いいとか悪いとかじゃなくて、うん、リチャードがちょっと合ってないかもしれないから、はい、ここまだ25歳でしょ、はい、バーン行く可能性あるから。ありますね、うん、そこからここトレードも
リチャードのためにもね、はい、多分もう使わへんと思う、そんなに積極的に、うんうん、それだと俺はリチャードありやと思うんだよね。ホークスから出て活躍してる選手、俺ね、リチャードはね、移籍先知ってんね、いいところ、いいところある、知ってます、いいところある、あ、いいところある、うん、なんとなく私もここかなみたいな、あ、あんの、あんの、確かに、え、全員意識統一できてる？いや、これは一緒でしょ、だってすごい交流戦とかで爆発してる。でもあれだから、はい、これ13回目だ、あ、そうそうそう、ここでは言えないですよね、うんうん、でもホークスのファンの皆さん、よかったっすね、もうすぐっす13回目もうすぐっすそうですね、もう次の次ぐらいかなそうそうそう、うん、でもまあリチャードもね、はい、やっぱホークスに合ってない可能性あるから、ね、うん、そうですね、うん、はい、そういったところではもうワンチャン出してあげてもいいかなっていうね、うん、ところあるよね、はい、環境変えるとまた変わるって言いますからね、うん、続いて、はい、ピッチャー、はい、モイネロ、モイネロ、もう強すぎるからもうどっかに出してほしい、そういう絶対出さないでしょ絶対出さないと思うもうホークスが強すぎるから、はい、もうモイネロどっかに出してほしい、そしたらなんかいい塩梅になるかもしれないですよねちょっと均衡取れてくるかもしれない、あと有原も日本を戻しましょう原点に戻ってくれ、あと大津ロッテリーあげて、いやいや、でもそうしたらホークスが今度は先発帝京大学多いから、あ、確かに、うん、はい、ロッテ、うん、いや大津投手思い出そういうんじゃない、そういうんじゃない、あ、そういうのじゃない、均衡を取るためのトレードじゃないか独占禁止しようぜ、これほんと、ほん、独占禁止だよね、ほんと、いや、でもホークスも開幕前まで先発の頭数足りないかもとか言ったぐらいじゃないですか、そうやな、うん、大津とかも出てきたしな、はい、でモイネルの先発がドハマりしてるしね、うん、で、有原は1年間安定的にもいいしね、はい、うん、そう、あ、これはもう結果としてね、本当に成功してるっていう、うん、そうで、大関もね、いい感じで投げてる、はい、で、まあ、こう、じゃあここだね、トレードはね、はい、笠谷俊介、はー、27歳、今年早回りで28歳になる年、はい、10年目、まあ、2軍では防御率 2.09 と、はい、13試合投げて8試合先発、うん、使わへんだったらもう出してあげよう、うん、今シーズン投げてないですからね、ねえ、うん、だからまだ全然チャンスあるよな、あります、あります、俺めっちゃいいチーム知ってんで、お、いいチーム知ってない、うん、13回目ですもうすぐもうすぐめっちゃいいチーム知ってるけど、はい、使わないんだったら俺は笠谷いいかなっていうね、うん、あとね、続いてこちらです、はい、佐藤弘樹、おお、育成いや、まあ、育成なんですけどね、ですね、うん、でも、2軍で防御率 1.74、はい、3試合投まして1回先発、2勝0敗で、あとは多分3軍とかで投げてるのかな、はい、多分2軍の成績があんまりないけど、はい、でもそこで2軍でこんだけ成績残してるってことは、うん、でしかも25歳、早生まれだから今年26歳、はい、で、慶応大学からソフトバンク育成ドラフト1位、うん、2020年そうですよ、で育成だから、うん、ね、年加算でいくとあれじゃんね、うん、だから使わないんだったら、はい、欲しいとこあると思うで、いや、ありそうですね、で、そのトレード期限前だったら、うん、育成を取って試合会にするのも可能だから、はい、できるんですね、それできるよ、だって育成トレードもね、別にできるから、うんうん、そういった意味では育成トレードして試合下に上げるっていうこともね、はい、できるから、うん、でしかもなんかね、あるところの情報によると、はい、そろそろ前田純投手が試合下になるんちゃうかっていう噂がある、はい、へー、167番、はい、沖縄出身、うん、日本文理大から中部商業から日本文理大、はい、ソフトバンク、だからこの選手が試合下になって、うん、一軍投げるんちゃうか説があるんだよ、はい、前田純が、へー、でそうなってくると、はい、この佐藤選手、うん、余計にないじゃん、はい、同じ左だし、うんうん、で年齢は前田選手の方が若いし、はい、だから俺は佐藤選手でいいの分かってるんだけど、この前田選手の方が先行っちゃいそうだから、うん、そうなったら枠なくなるから、うん、いいんだから欲しいところをね、うん、今年のだからオリックスでもね、この育成から上げた、はい、あれも佐藤だね、佐藤勝馬ね、はい、うん、もう良かったし ね、はい、うん、勝ち星も行ってるし、はい、そうなってきたらこっちの佐藤も、はい、広くも、はい、いいんちゃうかっていう、じゃあそしたらもう一人います、誰、もう一人、うん、ちょっと三浦瑞稀くんを、よく出てくる、よく出てくる、サンダリチャンネルおなじみのね、はい、うん、三浦選手ね、あの私 の、 そのもうドラフトの時から推してた東北福祉大出身の三浦瑞稀くん、うん、こんなに左なんですけど、しかも24歳、はい、今年25歳、左なんです、うん、いいね、はい、これもし前田純が行くとね、うん、この三浦佐藤そう、いけないもんね、はい、そうなったらさ、うん、本人のたちのためにならへんやん、はい、やっぱり、いやでも順番待ちでも今、うん、うん、しかもいいのに順番待ちだから、ね、そう、それを
それはちょっときついよな。だって他のチームのファームで二軍の選手でこんだけいい成績残してる人の方が少ないんですよ。少ないね。もうこれはもうね、佐藤三浦ね、うん、出してあげた方がいいよ、はい、だってどうせ前田行くんでしょと、枠なくなるでしょと、うん、そしたら出してあげようよと、はい、来年もドラフト取るんでしょと、うん、ピッチャー、うん、いけませんよねと。いや本人、これこそ本人のためにならへんで、はい、これこそ、うん、まだ最悪笠谷とかは、うん、まあ、試合がだからワンチャンあるじゃんね、はい、こいつらノーチャンだからね、うん、はい、試合下に上がるもうワンクッションあるから、うん、そこには前田いるわけでしょ、はい、そうなってくるとね、いいからね。これ多分他のチームだったら普通に1回もすぐ1軍っていうね。いや全然あるよね、あると思う。先発が特に苦しいところとかね、うんうん、これは出してあげてほしいよな、うん、試合下に上げないんだったら出してあげてほしいよね、うん、はい、いいからね。そうなんですよ、もったいない感じがね。もったいないね、うん、そういったところではホークスは育成にもいい選手がいるんでね、うん、まあ、ここから千賀投手みたいになる可能性もね、全然全然全然、うん、はい、だから、ね、特に三浦佐藤ね、はい、この2人は特にね、はい、あのトレードに出してあげてほしいなっていうね、うん、いやそうですね、頑張ってるからね。盛岡大付属から東北福祉大っていう出身神奈川だけど東北ゆかりあるんでね、うん、ね、佐藤君慶応ブームやからね今。そう、慶応ブーム、佐藤この一軍、ね、うん、ブーム乗れないんだったらもう違う慶応もありますよ。そ う, そう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 、うん、ホークス慶応多いよね。多いですよ、うん、柳町選手とか広瀬選手とか ね, ね、うん、でも郡司だってね慶応でね、そうだ、うん、ニッパームでも頑張ってるし、はい、うん、それで慶応来てるの、はい、福谷だけですよ頑張ってない。いや頑張れるよ、だから使わないんだったらトレード。キザー君も頑張ってます。キザー選手頑張ってる。そう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 、最近慶応来てるね。慶応来てるんです、ブームなんですよ、うん、確かに。まあ、ということでね、まあ、こちらの選手たちね、人材豊富ですね、まあ、豊富豊富、うん、使わないんだったらね、はい、トレードに出してあげた方がいいと思いますけども、はい、ホークスファンの皆さんどうですか、はい、